この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。空を制する騎士。いいかクソガキども、王城の守備が固まんねえうちに打てる手打ってくぞ。はあ、おっとデーモン、ここで雪光選手の投入だ。雪さん一応頼ませ。体力面に不安が残る雪光選手をこの段階で投入するとは、早くも勝負に出たということか。使えるレシーバーの数を増やしてきたか。今の段階で雪光を投入とはどんな手を打ってくる。昼間、おっとこのフォーメーションはライン以外の全員がパスキャッチ要員になるショットガン、西武ワイルドガンマンズお得意のフォーメーションです。ショットガンだかなんだか知らんが、まとめてぶっ倒してやるわい。モノマネ扱いは心外だな。昼間ほどショットガンの絵面が似合うやつがいるかってんだ。それは確かに、ショットガンで来るとは。ショットガンとはいえ、レシーバー全員マークすればいいだけのことです。王城の城壁は揺るぎません。あくまでこっちはクソザルで行く。王城の奴らは必ず全員にきっちりマークをつけてきやがる。だからこそクソザル一本で行く。あとは全員がおとりになりやがれ。むしゃぶり来た。こうなったらどんなボールでも取ってみせるぜ。よし、これ以上考える時間をくれてやるんじゃねえ。